ファウストのゴーファウストのゴーファウストのゴーフランス語、レイジアンドダラマティック l a ダムネションでファウストは、フランスの作曲家、エクトル・ベルリオーズが作曲した作品。オーケストラに、声楽、合唱が加わる大作であり、ベルリオーズの代表作の一つで、劇的物語、ファウストのゴーと言われる。ドイツの文豪、ゲーテの代表作、ファウストに基づいている。 フランス語による台本は、ジェラールド、ネルバル、アルミール・ガンドニエールとベルリオーズによる。1824年頃、ベルリオーズは、ファウストのフランス語訳を購入した。たちまち、ファウストの虜になったベルリオーズはこの素晴らしい本は、最初から私を魅了した。あらゆる機会に読み漁った。そして、これを音楽にしようと決心した。と回想している。夢中になった勢いで、 ファウストからの八つの情景を作曲し、自腹で楽譜を出版した。得意になっていたベルリオーズは奏フをゲーテに、贈呈したが、ゲーテが、知り合いの音楽家であるカールフリードリヒ・ゼルターに、楽譜を見せて、意見を聞いたところ、ゼルターは曲そのものを否定。ゲーテもなんとなく、それに賛同したため、ゲーテは、音楽方面の知識は、素人より、やや上程度だったと言われる。奏フは、 ベルリオーズのもとに返され、ファウストからの八つの情景はそのまま20年近く放置された。1845年、ベルリオーズのファウストへのが思いが再燃する。この頃、ベルリオーズはハンガリーやオーストリアを演奏旅行していたことから、ファウストへの関心が強まったのである。そして、長らく放置していたファウストからの八つの情景をもとに劇的物語と命名し、 作曲を続けた。作曲の途中で、ハンガリー学旅中に取り上げて、喝采を浴びた、ラコッチ更新曲をどうでも、使いという欲求が高まり、原作の設定の内冒頭の部分をドイツから、ハンガリーへと変更した。1846年12月、パリオペライコールコミック座で初演された。しかし結果はかんばしくなく、この作品が、 初めて喝采を浴びるようになったのはベルリオーズが亡くなってからのことであった。日本初演は本来の演奏会形式では1936年6月20日の東京音楽学校定期演奏会にて、式はクラウスプリングスハイム。舞台形式では1951年11月28日、東京芸術大学歌劇研究部による文部省芸術祭公演。 ドミン劇場公演。式は、この絵ひでまろ。この間の1945年3月10日には、日本語訳での初演が、東京公共楽団臨時公演で行われる、はずだった。しかし、前日から当日にわたった、東京大空襲により、おなり門にあった、練習書が、祖父、楽器ごと消失してしまった。作品中では、ラコッチ更新曲、ハンガリー更新曲、 妖精の踊り、鬼火のメヌエットの3曲は特に有名であり、しばしば独立して演奏される。通常はコンサートホールにおいてコンサート形式で演奏されるが、ベルリオーズの生誕200年を迎えた2003年前後からは、欧米ではオペラ形式での上演が優勢になってきた。コンサート形式での上演は、公共楽団による1回、もしくは2回の単発上演だが、 歌劇場による舞台上演の場合、1シーズンに6回から10回程度繰り返され、評判が良ければ、同じプロダクションで数年後に再演されるからである。この傾向は、ドイツやフランスでは顕著だが、歌劇場の少ない日本ではあまり当てはまらない。フルート3、ピッコロ1持ち替え、オーボエ2、コーラングレ1持ち替え、クラリネット2、バスクラリネット、バスーン4、ホルン4。 トランペットに、バルブ式トランペットに、トロンボーン3、オフィクレード、チューバ、ティンパニ二2体、奏者4、大太鼓、タンブリン、シンバル、トライアングル、タムタム、鐘、ハープ8から10、弦5部、最低で、第1バイオリン15、第2バイオリン15、ビオラ10、チェロ10、コントラバス9。第1部、約17分、第2部、約50分、第3部、 約40分、第四部、約36分、計、約2時間23分。ファウスト伝説やゲーテの原作にはない、ハンガリーの場面に始まる。ハンガリーの丘の上に佇むファウストの耳には、農民の歌や踊りが聞こえてくるが、ファウストの気分は、沈んでいる。遠くには、ハンガリーの兵隊の行進、ラコッチ行進曲の音が聞こえてくる。 ファウストは深く沈んだ気分で書斎にこもり、絶望の果てに自殺を決意する。しかし、毒入りのカップを口に運んだ時、教会の鐘が鳴り、賛美歌が聞こえてくると、ファウストは再び生きる気力を取り戻した。その時、突然、トロンボーンと木管楽器の音色に乗せて、悪魔メフィストフェレスが現れる。メフィストフェレスはファウストを外へ連れ出す契約をし、 ファウストもこれに合意する。そして、ライプツィヒのアウエルバッハ・ケラーという酒場、実在するへと連れて行く。そこにいた酒飲みのブランデルは、ネズミの歌を歌い、その仲間たちがそれに連なり風がの大合唱になる。続いてメフィストフェレスが、飲みの歌を歌う。しかしファウストは、キガメイリタの場所はないのかとメフィストフェレスに要求する。メフィストフェレスが次に、ファウストを連れて行ったのは、 田舎の町で、そこで、ファウストに呪いをかけ、マルグリート、マルガリータという女性の夢を見せる。ファウストはマルグリートに恋に落ちる。深い夢から、マルグリート、と叫びながら目覚めたファウストに、メフィストフェレスは、彼女のところへ行こうと提案し、学生や兵隊の行進に混ざって、マルグリートの住む町に忍び込む。ファウストとメフィストフェレスは、 マルグリートの家に侵入する。マルグリートはトゥーレオの歌を歌う。メフィストフェレスは鬼火を召喚し、鬼火はマルグリートの周りで踊り始める。鬼火のヌエット。ファウストはマルグリートの前に姿を現す。するとマルグリートはファウストのことを夢に見たと告白する。二人は愛の二重章を歌うが、そこへメフィストフェレスが入り込み、マルグリートの母親が 街中の人を連れて近づいてきているから、ここを速やかに立ち去らなければならない、とファウストに告げる。ファウストはマルグリートに別れを告げて去る。マルグリートは家でファウストが帰ってくるのを待ちながら紡ぎ歌を歌う。再び学生と兵士の行進に移るが、そこにファウストの姿はない。場面は森と洞窟に移り、そこでファウストは自然への祈りを歌う。 メフィストフェレスはファウストに、マルグリートが絶望のあまり母親に、多量の睡眠薬を飲ませて殺し、今は刑務所に拘留されていて、明日には公主刑になると伝えた。ファウストは混乱したが、メフィストフェレスは自分にはマルグリートを救うことができると説明した。ただしそれには、ファウストが自分自身の魂を放棄するという契約書にサインしなければならない。そして、 ファウストは、この契約に応じる。その時、セリフは、一瞬途絶え、打楽器が破滅の予感を示す音を演奏する。メフィストフェレスは馬を召喚し、それにまたがる、地獄への寄港。ファウストはマルグリートを助けに行こうと考えていたが、しかしグロテスクな光景を目の当たりにして、ファウストの心は、恐怖が募っていく。彼らは急に止まり、鐘の音を耳にする。それは、 マルグリートの死刑が執行されるのが近いことを意味していた。そして彼らはさらに速度を上げる。周りの風景はさらに恐ろしく奇怪なものへと変化してゆく。天からは血の雨が降り、路上には骸骨が転がっている。メフィストフェレスはインファーネルコホルツを叫び、ファウストと共に奈落の底へ落ちてゆく。なお、これは第一部と同様、原作とは、 話の筋が異なる。悪魔たちはメフィストフェレスに対し、ファウストは本当に自ら魂を明け渡したのか、尋ねる。メフィストフェレスはこれに頷く。悪魔たちは、悪魔の王子の名前を唱え、メフィストフェレスの周りを踊りながら、勝利の合唱を歌う。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。